よし、鼻から全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全宇宙がパーだ。いよいよ始まるか、全宇宙の運命をかけた最後の戦いが。カカロット、すごいやつだよお前は。あいつと戦えるのはお前だけだ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。俺は俺の思い通りにするため、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない、絶対に負けないために限界を極め続け戦う。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのかが分かっていたかのように頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。貴様の本気はその程度か。思ったよりやるじゃないか。いいぞ。さっさと始末してしまえ。始めよう。おカカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。スーパーサイヤ人3が目いっぱい溜めた気で完全にブーを消し去ることができるはずだ。オラもさっきからそうしようと思ってたんだけど、あいつを消してしまおうと思ったら1分ぐらい気を止めねえとな。俺に気を使ってたんだ。本場のカメハメハッ。俺が何とか奴を食い止める。貴様はさっさと気を貯めろ。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。こんなあっさり終わっちまうのか。ビッグバンアタック。たまるか。
くしろ。殺される。ちっとも気がたまんね。どうなってんだ。